はい、皆さんこんにちは、ゆうぞうです。このチャンネルは大人のファッションを現役デザイナーの僕が紹介するチャンネルとなっております。今回ご紹介するのは 22SS のサロンドグローバルワークの追加情報になっています。はい、追加情報、はい、これありがとうございます。はい、2022年 SS が2月の19日に発売されまして、はい、まあ、大変好評をいただいております。いや本当にそうですね、はい、ほぼほぼ完売状態だったんですけど、うんうん、この度追加が決まりました。ありがとうございます。急いでゾウさん、はい、でそちらちょっと追加された商品をご紹介できればなと思います。で、今回入荷してくるのがですね、ストレッチ TR、 はい、はい、ジャケットになりますと、ストレッチ TR パンツですね、はい、こちらセットアップでネイビーとネイビーチェックが追加になりました。ネイビーは、定番のもので非常に使いやすい色かなと思います。でネイビーチェックはこちらにある色ですね。これも非常に売れた、大好評いただいてます、はい、人気の色柄になっております。このあたり買い逃される方はぜひ店頭をチェックしてもらえればなと思います。でもう一つがモーションテックシリーズになりますね、はい、でモーションテックジャケットとモーションテックパンツ、今僕が着ているのがモーションテックジャケットとパンツになります。こちらは黒とあとネイビーとグレーっていう、うん、これはね新色になります。お、新色ありがとうございます、はい、ネイビーは、まあ、ストレッチの TR のネイビーと違ってちょっとインクブルーっぽい爽やかな色になってます、うんうんうん、まあ、SS なので、まあ、日差しに映える色ということで、モーションテックの新色ネイビーで、グレーはソリッドなグレー、こう木グレーではなくてソリッドなグレーになっておりまして、うん、ちょっと濃いめチャコールグレーに近い色目になっております、うん、で、まあ、ブラックに次いでネイビーグレーって、まあ、もうメンズの3大ベーシックカラーと言われるぐらい、うん、もう本当ベーシックに使える色なので、このあたりモーションテックジャケットパンツともに新色と合わせて、楽しみですね、はい、ぜひ見てもらえればなと思います。やっぱこれから多分6月とかに今年はちょっとなんかパーティーとか、ああパーティー、はい、増えそうですね。確かにあるかなと思うので、はい、そういった場に結構ね使えるアイテムじゃないかなと思ってます。で最後に、もうこれもめちゃくちゃ人気だったデニムスラックスパンツ、これはこれですね、ここにもご用意したんですが、これ色落ちしないデニムスラックスということで、はいはい、これすぐ完売した。そうなんですよ、これ、はい、すぐなくなったんで、店頭でほとんど見なかったと僕は1回拝見してお店にもう1回行った時にはもうなかったです。で今回事前に予約販売、追加の予約販売もスタートしてるんですけど、はい、それでもねもう予約分は完売しちゃった、あらたんで、ちょっとこれね欲しいよという方は、一応販売スタートがゴールデンウィーク前の4月の29日頃予定してますので、ぜひちょっと、まあ、早めに、ウェブも予約分以外も多分販売されると思うので、ぜひ気になったという方は早めにチェックしてもらえればなと思います。はい、今回はちょっと短くなったんですが、サロンドグローバルワーク追加入りますので、ぜひ最後のチャンスということで、 SS 最後のチャンスです、はいはい、これ逃すと本当に多分追加もうない、次のシーズンになってますね、はい、なので、はい、次の FW までちょっと新作ないので、ぜひ気になった方は店頭ウェブチェックしてもらえればなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今回入荷してくるのがですね、ストレッチ TR。